長屋春子のオールナイトニッポンクロス間違えたんだけど緑黄色社会長屋春子のオールナイトニッポンクロスはい、こんばんは、長屋です。オサですっていう挨拶をいつもしてたから長屋春子って言わなきゃと思ってバンド名すっ飛ばしちゃいましたすごいすごい日だ今日は。というわけでオサでございます。まあね、世間はなんかこう大谷翔平さんのね、こうね、ドジャースがどうのとかいろんなニュースありますけれども、まあ今日はもうね、そんなもういろんなこと置いといて、もう時間がないんだっちゅうことでね、はい、もう早速もう紹介していきたいと思います。目の前にゲストがいらっしゃっております。ご紹介したいと思います。乃木坂46の久保しおりちゃんです。お願いします。こんばんは、お願いします。久保しおりです。お願いします。お願いします。ようやく、まあようやく久しぶりにお会いできましたね。会見ぶりぶりですね、はい、今ね、あのラジオを聞いてくれてる方わかんないと思うんですけど、私が以前プレゼントさせていただいた半袖ビューティーシャツをですね、なんと着てくださっているんです。来ちゃいました。本当にもうびっくりしてて、私は着てないんですけどねここだと思って超似合ってる、超可愛い。ありがとうございます。はい、まあ、今日はね、久保ちゃんが来ていただいたということで、はい、2023年間もなく終わりなんですけど、今年最後のスペシャルウィーク、はい、になります。はい、いやー、なんかね、まあ、私の性格もあるんですけど、もともとね、その人見知りっていうのもあるんですけど、はい、ちょっとね、目が合わせられない。そう、全然目合わないんですよそうなんですよ、本当になかなか目が合わないと思ってチラッとは見れるんですけど、あったなって思ったらそらすっていう、そらすら本当にね、え、いやね、緊張しちゃうんですけど、まあ、だからようやくお話がちゃんとできるってことですね。そうですね、会見の時も全然お話しできない、ね、ご挨拶をなんかよろしくお願いしますみたいな感じで、はい、結構あの日わーって過ぎちゃった。そうですね、ちゃったから、はい、そうね。じゃあ今回ね、まず、はい、そもそもなんでゲストが久保ちゃんなのかっていう経緯の方をですね、もう簡単にご説明したいと思います。はい、まあ久保ちゃんの方のラジオでですね、はいはい、あの普通にまあ放送していた時に、はい、まあ、リスナーの方ですよね。そうですね、そうが、なんか私と、ね、うんうん、似てるかもみたいな話をしてくれたんですよね。そう、はい、そういう経緯があって、はい、久保ちゃんがその時に、はい、お友達になりたいみたいなことを言ってくれたっていう放送上。本当ですか、ちなみに。え、本当ですだから来てるんですよ本当にこれ、そうなんですよ、ね、そうか、そうそうそう、長谷さんにこれリスナーに言わされてるんじゃないか、うん、って私も放送で言いましたよ、ね、そうですよね、うん、お聞きしてこりゃいかんと思って、うん、私はマジだっていうのをどう伝えようかっていうずっと思ってたんですよ。いや、嬉しい、よかった、マジならよかったです。やっぱね、そう、とはいえね、あの世間にはそうじゃないパターンも絶対あるじゃないですか。ありますあります。お世辞という言葉もありますしね、はいはいはい、そう、社交辞令、そうそう、どうしようかなって思ったんですけど、はい、なんかそこから2、3回ぐらいこの空中戦をしました、ね、うん、そうですね、ラジオで、そうそう、私もお手紙をちょっと書いたりとか、はい、でその半袖ビューティーシャツをプレゼントさせていただいたりだとか、はい、まあ、っていうので、うん、そうね、ずっと空中戦だったのがようやくね、こう私のラジオにこうお呼びしてお話ができているというところですね。すいや、本当にそれ多分9月ぐらいから始まったのかな。そっか、そうですね、多分長いことやってますね3ヶ月近く多分このやり取りをさせてもらってるんですけど、あす、ね、まあ、結構だからリスナーの皆さんも見守ってくれている、うん、まだお友達にはなりきれてないけどなろうとしてる関係という、うんうん、今の状態はそういう感じですね、はいはい、ちなみに、はい、私、うんうん、実は、はい、久保ちゃんの舞台を見に行かせていただいたんです。そうですよね、そう、ありがとうございます。10月に、はい、転校生、転校生、ありがとうございます。見に行かせていただ、知ってくれてはいたんですね。そうです、長屋さん来てくださるよって、そう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 、小耳には挟んでたんですけど、で実は、はい、舞台の演出上、はい、客席側に出てくる演出があるじゃないですか。はい、私の1メートル前ぐらいにいたの。嘘、歌った時ですか。来たんですよ。はいはいはい、気づいてはいない。そうね。負けをしたかった。ですよね。いやいや、でも私が、あの佐久間さんも来てくださってて、佐久間さんも1メートル先にいたらしいんですよ。そうなんだ。佐久間さんも気づかなかったんですよ。あ、そっか。うわ、久保。そうそうそう、気づきたかった。いろんなキャスターさんが、はい、そのね、はい、いろんなところに来るから、そうですね、え、どうしよう、久保ちゃんこれ来るパターンある、はい、と思ったら、はいはいはい、反対側でもなくちゃんと自分の方に来たから、はい、
でもやっぱね、どうしようと思って、近すぎて、私がそう来てることを知ってるか知らないかわからないけど、はい、自分もステージ立つ側の人間として、うんうん、なんか人が来てくれてるの嬉しいけど、はい、意識してしまう時があるから、分かります、分かります、見つけちゃうと、そう、見つけちゃって、ね、あ、やっぱり見られてるみたいな感覚になって、はいはいはい、緊張させてしまうといけないって思ったから、はい、すっごい近くですっごい見たいのに、私はこうちゃんの衣装の裾を見てたの顔じゃなく、そうそうそう、目合ってないから目合ってなかったんだ、まあ、だからもしかしたら顔も上がってないし、はい、気づかなかったのもあるかもしれない、そうかもしれないですね。そう、実は本当に近い距離に、もう本当このぐらいの距離、めっちゃ近いですね、いました、わー、チキショー、そうそうそうだったんです、気づきたかった、いや、そうそう、でもすっごい素敵な舞台で、ありがとうございます、もう本当に感動しました、いやいや、素晴らしかった、そうなんです、まあ、さてね、まあ、ちょっと今日私たちは仲を深めていくんですけれども、はい、行く予定なんですけれども、そうですね、はい、友達ってそもそも多いかな、はい、私ですよね、うん、全然多くないです、多くないんだ、そうなんですよ、ほうほうほう、なんかいわゆるその業界の友達とか言うじゃないですか、うんうんうん、全くです、もうそうなんだ、ほぼメンバーですね、じゃあオフの日にこうね、友達、そのメンバー以外の友達に会ってどっか遊びに行くとかはほぼない、ほぼないですね、そうなんだ、もともとインドアなこともあって、うんうん、誘われたら行くんですけど、うんうん、それがない限りは自分からは行動、めちゃくちゃわかる、わかります、うん、めちゃくちゃわかる、起こせないタイプ、起こせない、うん、私先すぎる予定とかって立てづらい、そうなんですよ、どっちがいいタイプですか、私はもう、はい、明日どうとかでもいい、あ、そうなんですね、むしろその方がよくない、私もです、私も先すぎるとどんどん嫌になって、そうなんですわかります、近くなってくるとだるいな、嫌だなやっぱ家にいたいな明日みたいななってくから、あ、そうなんですよ、うん、前日ぐらいに決めてくれた方が、はいはい、うん、頑張ろう、ね、頑張ろうって違うか遊びに行こうって気持ちに、ね、外出ようってなるかな、そっかそっか、友達は私も少なくて、あ、そうなんですねで、まあ、ぼちぼち、はい、まあ、ここ数年このラジオのあれもあって、うんうん、増えてきたかなっていうところもあるんですけど、はい、やっぱ根の性格が変わってないから、うんうんそっか、意外とやっぱ家からは出なかったりはしますよね、そうですよね、うん、そういうとこは似てるかなって思います ね、今のところじゃ順調な滑り出しとかよかったじゃあ、はい、まあ、お友達になっていくにつれてですね、やっぱ大事なことがあると思うんですけど、はい、前ラジオでも言ってたかな、くもちゃんのラジオで、はいはい、呼び方をですね、今日、まずこの序盤の段階で決めたいなと思ってて、そうですね、そうで、まず私は、はい、もうなんか勝手にくもちゃんってずっと呼んでた、いや嬉しかったです、はい、っていうのも、うん、本当にこうこのラジオでね、あのお互いパーソナリティしてるからとかじゃなくて、うんうん、なんか普通にこうテレビでこう見かけた時からくぼちゃんって勝手に呼んでたんですね、はい、そうなんです、ね、嬉しい、 それはどうですか、めっちゃ嬉しいですよ、本当ですか、はい、なんだっけ、前メールかなんかでくぼしがいい、くぼしがいいみたいな、そう、うん、でもなんか、うん、特別なのがいいなって特別、っえ、でもくぼちゃん特別じゃないですよね、やっぱそう、くぼちゃんがスタンダード呼びなんで、うんうん、ちょっとここ一個超えていきたいなっていう、お友達からは何て呼ばれるんですか、お友達はね、くぼしがやっぱ、あ、そうなん、多いんですよ、くぼしなの、くぼしだったりしますけど、くぼし待って、いっぱいある、そう、くぼしもいれば、くぼし、そうなんだ、もうお好きな、くぼしってなんかあのね、はい、あのそうなんです、なんとかし、うん、宇治の方で、ね、そう、しって呼ばれたりもしますけど、そっかそっか、少し嬉しいですけどね、呼びやすいのが一番いいですねでもやっぱ、でもちゃんがついてる方が近い感じが、ね、個人的にはしてるかな、入りやすいですね、入りやすい、うん、じゃあもう全然久保ちゃんからの久保しも、わかりました、ちょっと今日攻めていこうと思います、はい、ぜひぜひでですね、はい、私ですよね、呼び方ですよね、そうなんですよ、今が長屋さん、うん、はい、呼んでくれてて、はい、そうね、個人的にはやっぱり名字から外れてほしいところが、あ、本当ですか、いいんですか、ありますね、春子さん、あ、うん、嬉しいです、え、本当ですか、嬉しいです、嬉しいです、春子さん、いや、じゃなければ、え、なんで、え照れちゃう、照れちゃう嬉しい、でも春子さん呼び、なんかどうしても私ってこう、はい、名字で呼ばれることが多くて、そうですよね、多分久保ちゃんもそうだと思うんですけど、そうです、そうです、はい、ね、嬉しいけど、うん、ちょっとなんかね、うん、名字じゃなくて名前呼びしてる人たち見ると、あ、なんかいいなみたいな思いますね、ね、じゃあ、はるこさん。じゃあ、ちょっとじゃあ、はるこさんで。もう全然、別に呼び捨ててもらっても、なんか、勝手なあだ名つけてもらっても構わないので。はるこさん入りから目指します。はい、じゃあ、今日は、くぼし、はるこさんで始めたいと思います。お願いいたします。はい、でね、まあ、もっと深いところに行くんですけど、まあ、さっきも性格似てるみたいな話をしたけど、はいはいはい、個人的にも結構似てるなって思ってて、うんうん、なんか共通点もたくさんあるなと思うの。うんうんうん、そうですね。そう。で、多分、ラジオで話してたパン作りね。パン作り。びっくりしました。私が
本当に始めたって話をしたら、はい、そのちょっと前ぐらいだったのかな。そうですそうです。にしてたみたいな。私もパン作りをちょうど今年始めて、うん、本当にそうなんだ。そうです、うん、なんか急にハマって。わかる、わかります。なんか急に作りたくなるよね。そうなんですよ、うん、きっかけ急で、ね、なんか作ってる人の動画を見たんですよ。私もそれ。え、ですよね、え、うん、同じ人かもしれない。かもしれないですね。ですよね。そう、その人の作ってる動画があまりに素敵で、うん、あ、これ私もできるかなと思って始めたらハマっちゃってみたいな。本当に一緒かもしれない。え、一緒ですね。そうそうそう。で、意外とね、まあ難しいけど、はい、時間もかかるけど、はいはい、形にはなる。そうなんですよ。なんとか膨らむものから、そうそうそう。できるんですよね。それが嬉しくて。え、最初何パン作りました？最初塩パン。わ、一緒だ。そう。全く一緒ですね。そもそもでも私、塩パンと、はい、ベーコンエピ、その2個しかまだ作れてなくて。ベーコンエピ作ったんですか？すごい。楽しい。チョキチョキ。チョキチョキってね。伝わる。嬉しい。パン作ってますもん。チョキがそう嬉しい。あれ楽しいですよね、絶対。うわ、いいなぁ、やってる。いや、そう。お姉さんだ。何パンを作りました？私は塩パンと、うん、あとちぎりパンも行きましたね。いいね。で、塩パンにあんこ挟んで。わかる、やった、私も。ありました、うん。あれも美味しいですよね。ちなみにクロワッサンは、まだ、まだです。最終目標。わかる。一緒だ。あ、一緒だ。ちょっと難しそうですもんね。そうなんですよ。クロワッサンめがけていきたいですね。はい、やりたいですね。とか、あとトロンボーンやってたじゃないですか。そうです、そうです、はい。そう、それが私個人的にずっとその、はい、その知った時から親近感を抱いてたの。嬉しい。中学校ですか？小学校ですね。小学校の3年間マーチングバンドやってて。マーチングなんだ。そうなんですよ。その時にやってて。はい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 、それあれですよね。もともと知ってくださってたんですよね。そう、なんか深夜のね、番組つけてたら、はいはい、トロンボーン演奏しだしたから。そうなんですよ。はい、あれみたいな。めちゃくちゃ初期だ。本当に初期だと思います。なんか出始めですよね。多分3期生が多分発表みたいな時かな。はい。そうそうそう。トロンボーンだと思って、嬉しかった思いが。ありますね。そうなんです。まあ、あとはね、まあ、共通点で言うと、はい、こう、ラジオパーソナリティっていうところがあって、ね、まあ、久保ちゃんは明日の水曜日のね、はい、はい、なんですけど、はい、でも、横でも縦でもないですよ。斜め。斜めのつながりですよね。そうですよ。同じ時間帯でも曜日も違うから。そうなんですよ。なかなか会うこともなくでしたね。ねうんうんうん、斜めつながりだった、ね。そう、斜めだったんですよ。なかなか斜めって多分ないですよね。ないです、ね。そのつながりは。ね。だから水曜日になんか、うんうん、永井さんどうかなって言っても、うんうん、私一週間待たないと返事が返ってこない。そうだよね。そうなんですよ。私はね、次の日だからね。そうなんですよ。パスしてもね。だからすごい。確かに、確かに。してたんですけど。何時に、今日もだって連チャンで深夜にね、はい、出てもらうことになるけど、何時に寝てますか、いつも。いつもですか？でも遅いです。うん、1時、ね、2時とか。だってしかもね、明日のラジオとかだってそもそも終わるのが3時でしょ？ 3 時ですね。はい、持ち帰って。で、もう大変そうだなって思うのが、久保ちゃんって髪長いじゃないですか。はい、そうなんですよ。ね、多分女子分かってもらえると思うんですけど、髪乾かすのに、そう。時間かかるじゃないですか。めちゃくちゃめんどくさいですね。ね、だからすごいなって思ってでも永井さんも長い時期ありましたもん。で、もう嫌だなと思って切っそれで切ったんですかそれもあって。それもあって。あ、そうだったんですね。うん、で、まあ、また伸ばすかもしれないし。そっか。わからないですけど。だるいんですよ。そう、だるいんですよね。そう、深夜帰ってきて。そうね。もともと夜型だったとかではなく、あ、でも夜型でしたね。あ、そうなんだ。そう、朝より夜です。うん、わかります。朝早起きはもう。あ、苦手？苦手です。一緒ですね。え、嬉しい。どうしよう、どんどん共通点が。本当に。別に寝てていいよって言われたら、はい、私はいつでも寝れるタイプなので。わー、一緒ですわ。そうそうそう。嬉しいな。え、ね、お休みの日は、何時まで寝るんですか？何時まで、あ、寝てていいんだったら全然もう、お昼は余裕だし。あー、一緒。うん。嬉しい。でも、たまにやっぱ夕方とかに起きてびっくりするときありますね。あります、あります。日暮れててどっちかわかんないみたいな。そう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 。あ、一緒だ。急になんか後悔する。はいはいはい、そう。今日何もできない。かったなって言って、夜頑張ろうとしてまた遅くなってみたいな。そうですそうです、悪循環ですね。そうそうそう、いや一緒、あ、同じですね。嬉しいな、生活パターンも一緒だ。いや、そうなのよ。嬉しい。いや本当にちょっとなんか近づいてる気はしますよ、うん、今のところね。そうですね、やった、はい、ちょっとね、重大な、はい、これルールをちょっと発表したいんですけど、まあ、ルール、はい、この番組ちょっと今までルールがありましてですね、はい、こうやってゲストさんがいらっしゃる時に、うんうんうん、ちょっと褒め合い禁止っていうのが、あ、まあ、ちょっとスタッフの方からですねはい、ちょっとそういうものを出されてるんですよ。はいはい、やっぱ本音がちょっと出づらくなったりとかして、ね、まあ話が進まなかったりとかしちゃうし、うんうん、ちょっと身内乗りっぽくなっちゃって、ね、聞いてる方もつまんないんじゃないかみたいな。うん、確かに。がいつもあるんですが、はい、ただ、はい、こういうに限っては、うん、もうそれは全然気にしなくていい。ほー、うん、っていうのも、はい、この後、私たちが今日友達になろうとしてるための、
大きな壁が用意されてるんですって。大きな壁、うん、まあちょ私もね、うんって感じなんですけど。なんで、もう褒め合おうが、けなし合おうが、はい、もう壁を越えないと友達になれないっていうことで、まあ今日はこのルールはもう本当無視で自由にしていただいて大丈夫です。わかりました。はい。で、ちょっと遅くなりましたが、今夜も生放送でございます。ぜひ番組を聞きながら感想バシバシと送ってください。で、久保ちゃんへの質問とかメッセージも待っております。受付メールアドレスは、はるこ@allnightnippon.com、はるこ@allnightnippon.com です。X は、ハッシュタグ、長屋はるこ ANNX でつぶやいてください。でですね、今夜は、オールナイトニッポンクロス公式 X、振り仮名つけられるようになりましたね。私が間違えるから。でのスペース配信がありません。ぜひ、ラジコ、ラジオでの、久保ちゃんとのトーク、お楽しみください。というわけでですね、今夜の1曲目です。乃木坂さんの新曲という曲で、新曲ということで、はい、ちょっとどんな曲か説明いただいてもいいですか。はい、これは4期生の遠藤さくらちゃんと柿はるかちゃんがセンターの、はい、ダブルセンターの楽曲で、うんうん、独占という意味を持つ新曲になります、はい、乃木坂46でモノポリのオールナイトニッポンクロスは旅行職社会長屋春子が担当しております。スペシャルゲストは乃木坂46の久保しおりちゃんです。引き続きお願いします。よろしくお願いします。ではメール紹介していきます。ラジオネームサクサク。長屋さん、いつもの癖若干出てます。ちょっと早口気づいてますか。え、知っております。実は気づいております。てかですが直せませんでした。そして久保さん、よそ行きの声になってます。わ、先週乃木坂のオールナイトニッポンでリラックスしていくって言ってたのに、はい、二人ともマジでリラックスしましょう。これね、ちょっとね、リスナー人にはバレてますよね。でも分かりますよ。気持ちはすごく分かる。そう、でもさっきそれ共有したんですよね、うん、そうそう、多分お互い気にしいだよね私たちみたいな話をしてて、
気にしいだねって言って、喋、れる人見知りだねって言って、そうそうそう、私たち喋れる人見知りなんですよ。だから口が逆に達者になるっていう、そう新しいパターンなんですよね。本当になんか本当バーって喋っちゃって、家寝るなんか寝る時に、あれ言わなきゃよかったみたいな、一人反省会するんだよね。今日絶対後悔しないって約束しましょう。そうね、どういうあれか分かんないけど、ちょっとゆっくりまあ伸び伸びとなんだけど、そうね、そうだね、後悔しない生き方を始めましょうか。生き方学んでる、人生論なんですけどね。この1時間にさすが先輩すごい、ラジオネームメモメモ、長谷さん喋れるコミュ障の一面が弱化言ったじゃん、だからほら、ゆっくりこたつトークでいいですよ、軽い沈黙なら許せます。あーそうね、そっか、なんか沈黙怖くないですか。そう、私沈黙、そう、ね、沈黙怖くて、別にラジオだからとかじゃなくて、普段もですよね、普段も今シーンとしてる、なんか喋らなきゃ、そうみたいな。でも別に何を話そうとかも思いつくタイプじゃないから、また空回るんですよ、なんかちょっとつまんない話とか、ね、そうです、うわ一緒だ、意外とこうその場にいる他人は、何気になるみたいな、その別に沈黙気にしてなかったりとかするんだよね。そうなんですよ、わかる、うわ一緒だな、もう今も私久保ちゃんのこと全てわかるぐらい、私も一緒自分と一緒すぎてね、似てますね、はい、ありがとう。次ラジオネームマーチ、二人ともが似てる部分なんですが、これね、作った食べ物を SNS に載せないところも似てると思います。なんで載せられないんですか、自分が作ったものに誇りを持ってくださ いや、これに関しては、だって見せるために作ってないじゃん。そうなんですよ、自分がさ、食べるために作ってるね、まずね、パンもね、そうです、だから見せるために撮ってもないし、そう記録でパッては撮るけど、撮るけど別に見せるようではないもんね、それは今後の比較だったりするじゃん。そうなんですよ、前回よりうまくできたのこのパンとか、そう自分の中だけで閉じ込めておきたいから、ね、ね、まあ、確かにそういう方もいらっしゃると思うけど、そうやってね更新するためっていう、それも素敵だと思うけど、私たちはそうじゃないし、あと私はその家の中も載せたくない。わ、分かる、一緒です、皿、そう見られたくない、やだやだ一緒だ。やっぱなんかね、いろんなこう、ね、プライベートをやっぱ開示していくことで、この人こういうとこあるんだとか、思われるのが嫌なんだよね。嫌ですよね、できるだけ明かさず、いるっていう。料理なんて一番嫌だよね。いや、一番嫌です、一番嫌です。下手したらこのリスナーの中に、プロの料理人がいるかもしれない。そう。上には上がいるんだから、そうそう、絶対どの世界にもいるから、そうなんですよ、こいつこの料理ちょっと下手じゃねみたいなそう思われるかもしれないめちゃくちゃ私たち卑屈ですね一緒だ、でもなんか分かります分かります、そうなんだよ。え、かまちゃんもオールナイトで限定で見せたんだ。そうです、私はオールナイトの X でだけ載せるっていう、はい、でもだから脅された脅された そう、でも私がインスタに載せないっていう話をしたら、じゃあここで載せだよ、ここならいいんじゃないみたいな、いいんじゃないって言われて、ね、まあリスナーさんにならいっかみたいな、私は嫌ですからね早かったな今次ラジオネームムール貝、久保さんはおすすめの塩パンのお店を僕たちリスナーに教えてくれないんですが、長谷さんには教えることはできますか。もちろんですよ。よかった、電波通さなかったら、電波通さなかった、めちゃくちゃ美味しい塩パン屋さんがあってわかるわかります、めっちゃ美味しいんですけど絶対言わないって決めて、それもわかる、わかります、じゃあ後でありがとう。行くね。情報交換。わかる。なんかね、やっぱなんか秘密主義みたいなとこありますよね。行きつけとかも、ね、わかる、バレたくないし。これ会っちゃうかもしれないしね。そうなんですよ。それはそうよ。さてですね、今からお送りするのはですね、はい、おさくぼ冬のパン祭りでございます。なんでおさくぼって感じですけども、新たな言葉が誕生して、まあ私、長谷春子と、久保のしおりちゃんがですね、友達になれるかどうかを試す企画でございます。はい、ちょっとごめんなさい。この企画ですね、私のせいなんですけど、まあ、以前この番組にですね、友達の壁っていうコーナーがあったんです。まあリスナーが私と友達になりたいよっていうのを必死にこうアピールしてくれるんです。はい、ね、まあね、そう、アピールあるんですけど、まあ、私の性格上、結構お断りしてきたの。リスナーさんたち。もういろんな難癖をつけて、お断りしてきたっていう過去がまずあるんですね。で、今回、まぁ、あ、ちょっと久保ちゃんが来た。とはいえ、芸能人だからって、ちょっと無条件に友達になるのはちょっとリスナーに失礼なんじゃねっていうスタッフの主張もありまして、ちょっとごめんなさいね。そっか。すごいお友達になりたいんですけど、ただではなれないぞと。そうそうそう。っていうのが、厳しい。あります。ただし、
二人で試練を乗り越えたなら許可します。おー、ということでございます。いいですね、で、今回は二人の共通の趣味でもあるパンに関する問題を出題という。はいはいはい、うん。基本的にすべて、こんな時どのパンにするという問題で出題されるみたいです。かわいい、うん、あ、なるほど。で、パンのチョイスで正解不正解が決まります。うんうん、で、何問中とかないです。5問正解。したら友達の壁をクリアということになります。で、はい、連絡先の交換が許可されるそうです。だから揃わなかったら、この場での交換がなしらしい。これもマジなやつです。で、次偶然どこかで一緒になった時に、どちらかが勇気を出して交換してくださいと。一番難しいんですって、これが。だから、ねこうやって。これを利用したかったのね。そう、うわ、そうか。みたいですよ。厳しい世界だ。はい、だから、もう、はい問題数は限られてないのです。あ、いっぱいだからもう今早く始めた方がいい。そうですね。始めましょう、もう。います。そうそう。で、二人の答えを合わせていくっていう。なるほど。別に一般的にどうとかでもいいし、はい、久保ちゃんだったらこうするかなとかするよって言ってもいい。オッケーです。とにかく答えが合えばいい。オッケーです。はい。いけるいける。というわけでじゃあ、やっていきましょう。はい、あ、ここ二人でやるんだって。いきますよ。はい。せーの。おさくぼ、冬のパン祭りチャレンジよし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 。じゃあ、では、1問目。はい。受験に合格した時に食べるなら何パン？うわ、むずー。そもそも私、作りたいだけで、パンの種類詳しくない。そう、私もなんですよ。その動画の人が作ってるパンしか知らない。めでたそうなパンか。めでたそうなパンってことだよね、多分ね。そうですね。めでたそうなパン。パンにめでたい。めでたそうなパン。これおにぎりの方が簡単だもんね。そうかもね。パンむずいですよ。めでたそうなパンか。なんかでも存在感とか欲しいかもしれないですね。そうですね。ああ、なんだろうな。合格ね。なんだろうな。うわ、ちょっと待って。パンって何があったっけ？まずそう、パンを出すところからすごいパンが出た。パン何があるかな。でもなんか二択かな私。あ、本当ですか。うん、私全然出てきてない。降ってこない。そもそも私多分パンの種類が限られてるから、はいはい、すごい少ない選択肢の中から、はい、見つけました。お、すごい。わかんない。パン何系ですか。何系そのパン。もう本当に誰もが知ってる。あーですか。おしゃれとかじゃない。もうちょっとそれ合わせに行ってみていいですか。うんうん、よし。おしゃれとかじゃないよ。ですよね、うん。オッケーです。じゃあこれせーので言えばいいですか？いきます。いますせーの。メロンパン！おぉ！すごい！ちょっと待って！ちょっと待って！すごい！なんか引くんだけど。メロン！めちゃくちゃ引く！ちょっと待って。何故？なんですかね、なんか。なんか、受験勉強の時、メロンパン片手にやってるイメージがもう、ファーって頭に聞こえて。わかんないけど、うん。わかんなかった。なんか、それで、まあ、普通に一番有名なパン、食べるか。まあなんかさ、柄もそうだし、うんうんうん、大きさもそうだし、うん、ちょっと存在感あるし。そうですよね。まあ普段多くは食べないけど、そうそうそう、ご褒美にちょっと甘いもん食べたいかな、みたいな。確かにメロンパン。うわー、すごい、いきなりあっちゃった。ちょっといいスタート切りましたよ。すごい。見たもん、自分でも。ね、二人とも飛び上がりに行こう。もう5問正解しないといけない。どんどん行かなきゃいけないですもんね。早く。では次、はい。ライブ中にこっそり一口かじりたいのは何パン？うわー、ライブ中か。ライブ舐めてるって話だった。水分なくなっちゃうから。そうですよね。水分なくならないものがいいですね。そうですね。ね、確かに確かに、うん。水分なくならないものが良くて。食べやすい。うん、食べやすい。あー、なんだろうな。うん、私はもう、これかも。え、決まってる？はい。あー。もう。わかりました。お、かじりたいですもんね。うん、一口かじりたい。かじりたい。オッケーです。うん、うん、いきますよ。せーの、塩パン。久保ちゃんが食パン、はい、私が塩パン、はい、まあまあほぼ一緒だけどね。一緒ですね。なんかすごいシンプルっていう意味で、ね、うん、そうそうそう、シンプルが良かったよね。そうですそうです、うん、何の味気もない、そう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 、カスタードとかじゃない、うん、じゃない、あ、一緒だ。でなんかこうカリッととかじゃなくて、そうですそうです、割ともちっととか、そう、もうがいいかな、食べやすいっていうのが一番に来ちゃった。で私の場合なんで塩パンにしたかっていうと、うん、ライブ中汗かくからちょっと塩味が欲しいかなって思って、ミネラル、そう、塩パンにしましたね。そっか、確かに。そっちですわ。ほぼ正解ですよ。ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒ですわ。では、3問目。はい。ライブの差し入れに選ぶなら何パン？あ、もうこれはもう。あ、はいはい、はい、はい。ちょっと待って。はい。私、これ決まってる。え、これ多分いけますよ。え、合ってるかな？いくよ。はい。せーの。トリュフ塩パン。待って。これはジャッジ。これははるこさん。はるこさん。ダメ？なん
で？でも塩パンじゃん、私も。いや、そう、私、でも私も想像したのはトリュフ塩パンです。そっか。そうそうそう。もっと、塩パンっていう共通認識の言葉でいけばよかった、ね。そうですね。うわぁ、びっくりした。春子さん、私と友達になる気ないのかと思った。急に合わせに来なかったから、びっくりした。いや、なんかそう、逆に来るかなと思ったんだよな。そうですね。でもそれあったらすごかったですね。そう、自分はテンション上がったことがあるから、確かにトリュフ塩パンの差し入れで。嬉しい。かなみたいな。うわぁ、行こう、もうすぐ。どんどん行きましょう。次5個か年越しの瞬間食べていたいのは何パン食べたくないよ別に年越しはねパンじゃないな年越しの瞬間か年越しえ浮かぶ浮かばない全く浮かばないじゃあなんかすり合わせていこうかあそうしましょうそうしましょう、年越しの瞬間ちょっとほっこりしたいですねほっこりですねほっこりしたくない、うんうんうん、確かになんか、うん、ほっこり系パンほっこりちょっと落ち着く感じがいいかなって私は確かに、ふうってしたいから。ふう。うん。ですね。私は、うん、一個浮かびました。あ、浮かんでる、うん、え、ハード系ですか？ハードじゃないかも。ハードじゃない系、うん。え、しょっぱい系ですか？しょっぱくないかも。甘くもない。甘いかも。ほっこり。あ、うん、いけるいける。いける、はい、いける、はい、いきますよ。あ、どっちだろう二択です。怖いかぼちゃん。いくよ。はい。せーの。アンパン。うわやっただった。そう、やっぱり年越し、やっぱ日本のイベント的なこと考えると、そうですよね。なんかちょっとあんこ感じたいかな。確かに確かに。ちょっと思った。理由全く一緒ですわ。よかった。来た。ちょっと今すごい久保ちゃん感じ取ってくれたからすごいよかった。カスタードと悩みました。あ、確かに、ね。でもシンプルですよね。そうね。うん、うわぁ。今何2問 ?3 問 2.5 だけどね。ほぼ当たってました。次いきます。食パンの枚数を、日本で統一するとしたら何枚切りにする？ごめんなさい、これはもう。これは、わかんないわかんない。もうこれです。え、家柄出るよね、これ。はい、もう、我が家はもう、ごめんなさい、あ、ちょっと待って、うち、なんだっけ。ずっとこれです。でも、これが。うん、もう、そうね、いくよ。せーの。6枚。薄いんだ。うち薄いんですよ。あ、薄いんだ。そう、あ、6枚のご家庭でした。しっかり食べたいかも。そうですよね。うん、うち8枚で2枚食べるっていう。なるほどね。サンドイッチとかするときは8枚だったけど。そうですよね。これ家柄系はしょうがないです。これはね、これは、今後のすり合わせですね。じゃあ次。はい。修学旅行の夜、深夜でみんなにひそひそしながら食べるならどんなパン？ひそひそですから。ひそひそ。物音立てたくない。そうですよね。うん、物音立てたくない。咀嚼しやすい。咀嚼しやすい。咀嚼しやすい。でも、修学旅行だから、ちょっとなんか、あ、確かにね。ボロボロってなっちゃっても。確かに食べたいもの食べてもいいかもしれない、ね。あ、これかも。なんか降ってきました。マジで？はい。ちょっと待ってね。なんか、学生感？学生感。みんな大好き。みんな大好き。オッケー。いきます。いきますか。いきますよ。せーの。焼きそばパン。確かに。もうなんか学生と焼きそばパンがもう愛されちゃってる。確かに。みんなそうですわ。購買で買ってますわ。でもクロワッサンだわ。クロワッサンなんかみんなクロワッサン食べたい。この学生ってね、うんうんうん、なんかみんな好きなイメージありました。確かにミニクロワッサンとかいい。うわ、いいですね。修学旅行。やばい。合うかな。じゃあ行きますよ。はい。推しの卒業発表を聞いた時に食べたいパンは、これなんか謎なぞかなんかです。絶対そんな時パン食べたくないもん、別に、ね。パンの気分になんないですよね。ちょっと悲しい時でしょ？悲しい時。悲しい時に食べたいパン。わかった。え？悲しい時？悲しい時。ちょっと教えて、ヒントを教えて。こう、やっぱグッていきたいから。グッていきたい。ハード系じゃないですか。ハード系？はい。グッていきたい、ハード系。オッケー。え、いけます？オッケー。いくよ。いきましょう。せーの。ミルクフランス。これどうさっきの合わせてほぼ合ってる合ってる合ってるほぼ合ってるねさっきのと合わせて1位とかになんないですか、ね、ほぼ一緒ほぼ一緒確かにちょっと甘さ欲しいねそう甘確かにさ心に栄養フランスパンは確かにちょっと硬すぎたかもしれないそっかいやでも私だこれいやミルクフランスは美味しいトリュフの塩パン現象私ですわうわはい一生食べ続けるなら何パンもうこれ私はね決まってるあそうなんだ、うん、これは決まってますねこれ私もういいのかな我を信じて多分行ってみますかまあでもうんみんなそうじゃないですかねきっとそうです、うん、えちょっと自信なくなってきたみんなそうですよねって言われてるそんなことはないかもそんなことはないかもえ、はい、どうだろうこれ合うかないやそうんそんなことはないかもうん私はこうこれあじゃあ、はい、行ってみます行きますせーの塩パンよしそう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 ですよね、まあ、塩パンは塩パンだけでも食べられるそうなんですよ食パンも確かに一生って考えたらみんなそうかもしれないけど、うん、あれトッピングありきなんですよねそうそう塩パン単体でもいけるってのが強かったですね3問ですね
あと2問ですね。もうほぼ言ってんだけどな。あと2問。これね、本当に連絡先を交換したいから。本当に、あと2問、ね。この番組しかも1時間だしね。そっか。え、ちょっと待って、難しい。むず。父が還暦を迎えた時に渡すのは何パン？難しい。還暦。60歳のお父さんに渡したいパン。好きなパン、好きそうなパン。お父さんが好きそうなパン。お父さんが好きそうなパン。お父さん頑張ったね。お父さん意外とさ、うん、なんか子供みたいなパンとか好きだったりするよね。ですよね、うん、あ、私もそれだったら。おしゃれな感じとかじゃなくて。そうですよね、うん、来た来た。ちょっと待ってね。はいはい、決まりました。はい、いいですか。せーの、カスタードパン。待って、久保ちゃんカスタードパン好き。カスタード大好きで、2回も出てくるから。わあ、ソーセージ好きだ。ソーセージパン、なんか、ホットドッグ全部なんなら男性好きかな、みたいな感じがする。うわあ、うん、それだ。いや、カスタードパンも美味しいけどね。カスタード美味しいですけどね。ソーセージだ、これ。次行こう、次行こう。攻めていくよ。次行きます。よっしゃ。自分の名前を自由に変えていいよって言われたら、どのパンにする？あ、私、来た。これ。ちょっと待って、これって、うん、あれってな、あれってパンの名前ですかね。ちょっと待って。え、待って、それ、あれなんだ、パンの名前。それ絶対に合わない。わかった、来ます。あれってパンの名前ですよねって私、合う気がしない。本当ですか、はい、え、あれってパンの名前ですよね、系ですか。思い出しました。あれってパンの名前ですよねって一番難しい。どれだ、どれだ。ちょっとごめん、これは合わせに行く気がない、私が。あ、そうなんだ、うん。え、合わせに行きたいけど全く何も思い浮かばない。多分。わ、うん、かりました。決まってる？いや、私これかなと思ったんですけど、ちょっと見よう。絶対合わないですけどいいですか？多分ね。うん、はい。せーの、カレーパン。カンオショコラ。パンオショコラ。かっこよくない？パンオショコラ。かっこいいです、かっこいいです。でも長屋パンオショコラ。何の名前です？え、カレーパンは？カレーパンってなんか可愛くないですか？可愛い。久保カレーパンでいいってこと？うん、いいです、久保カレーパン。可愛くないですか？可愛い可愛い。結構でもスパイシーだなと思うけど。確かに確かに、うんうん、でもやっぱおしゃれですわ。パンオショコラいいかなと思って。長屋パンオショコラおしゃれだな。さすがに。次いきます。はい。高校の同窓会、恩師とかつてのクラスメートと一緒に食べたいパンは？思い出の味的な。うーん、そうだね、思い出の味的な。待って、わかった。え、来てます。え、思い出の味だよ。思い出の味ですよね、うん、パンで。うん、パンで。思い出の味。思い出の味。頑張れ私。同級生と思い出の味、はい、あれでしょ。はい、来ました。せーの、揚げパン。ちょっと待って、ちょっと待って。そっか、いや、形状は一緒。形状は一緒。揚げパンもコッペパンだから。そうですよね、元は。どうですか、どうですか。揚げたかどうかの違い。ダメ。揚げパンもコッペパンだって。厳しいですね。うわ、やば。そうね、確かに。遠いわ、あと2問。うわ、いけたわ、揚げパンですわ。次いきます。はい。二日酔いの朝、一口だけ食べるならどのパン？一口だけ？一口、まあ二日酔いだからそんな食べれない。一口だけか。ってなって、一口。オッケー。これはそうかも。もう、これしかないかもしれない。オッケー、いきます。せーの、食パン。え、ちょ、ちょっと待って、これちょっと、ちょっとタイム。ちょっとこれ審議ですよね。ちょっと待ってください。くまちゃんが、私は食パンですけど、うん、ちょっと。シンプルに行きたいですね。今、はるこさんなんと。ピザ。ごめんなさい、私の中でピザがパンっていう概念がなくてですね。パンですよね、うん。パンはパンですよ、あれも。うん、あれ、パンなんだ。うん、となると、パンパンパン、あと2問絶対当てられない気がするんですけど。一口だけ、はい、その結構ガツンとしたもの食べて、確かに確かに。目を覚まそうかなっていう考えでした。ありますもんね、はい、パン屋さんにもピザ。失礼しました。全然いいんですよ。あるある。次参りたいと思います。はい。初めて食べて衝撃を受けたのは何パン？うわー、これは私これかも。でも私もこれ、でもこれ合わせに行くとかじゃないよね。よね、自分の心に嘘はつけないよ、ね。つけない。自分が衝撃を受けたパンにしようか。で、いいですよね。はい。じゃあ行きましょう。せーの。ミルクフランス。ごめんなさい。それです。え、ミルクフランスなんだ。ミルクフランス。いや、美味しいね。昔ミルクフランスってありました？てか、昔、はい、そんな種類なかった。なかったですよね。ほんと、クロワッサンとかお惣菜パンとかばっかで、なんなら塩パンも私なかったイメージだった。確かに。あんま食べたことないです、ちっちゃい時。で、初めて食べて、うん、え、塩なのにこんなにみたいなので、私は感動したんですけど。そうだわ、で、ミルクフランスもめっちゃわかる。わかります、うん、衝撃でしょ。衝撃、確かに。うまーと思って。確かに、確かに。うわー。いや、これ私もわかるから点入れてほしいです、ね。うん、これ、嘘だー
あとじゃあ2問まだ時間はあるんで、まあ、後半戦ができるかもしれないということですね。そうですね。はい。では、一旦ブレイクをしてここで1曲いきたいと思います。はい。はい。乃木坂46の新曲モノポリーの初回限定版タイプ B に収録されている曲です。ちょっとどんな曲ですか？はい。私、小星よりと、あと5期生中西アルノちゃん、4期生林ルナちゃんの3人で歌ってます。乃木坂46で羊飼いよ。私、長屋春子と久保ちゃんがお互いの印象だけでお互いの今年の漢字一文字を選ぶなら何にする？中身を知らなくてもいいっていう、はい、もう何でもいいんですか、うん、自分が思う、まあ、お互いの。なるほど、うん、久保ちゃん、いきなり難しい、ね、いきなりだよねでもこれかな。私は決まりました。決まりまし た、はい、ではせーの。大きい。じゃあ後ほど、はい、緑黄色社会長屋春子のオールナイトニッポンクロス。この白熱したパン祭りの後に聞くとすごくよそよそしい人だった数分前だった。数秒だったからね今日ね。久保ちゃんが大きいって言ったかな。大きい。私があの、はい、あの説明してないんですけど、あの静か、はいはいはい、静寂の静かなと思ってました。大きいのその心はやっぱ大人だなっていう。でも喋るとそんなことなくない私。いや、やっぱ私が一番びっくりしたのは、うん、今日初めましてってご挨拶して、うんうん、こんなにいい匂いのブースがなかったです。あ、本当ですか。乃木坂のオールナイトニッポン、うん、こんないい匂いしない。いや、多分ね、嘘だよこれ。うん、本当に絶対乃木坂の皆さんいい匂いだってするもん。いや、乃木坂の楽屋とかやばいよ。楽屋はね、確かにみんなに言うんですけど、もう大人の香りがして、よかった。入ってきた瞬間に。そうか、嬉しい。大人だなっていう。そう。私がね、あの、はい、静寂のせいにした理由は、はい、まあなんか大人しそうなイメージはあるけど、うんうん、それじゃなくて、はい、なんか怒りとか、はい、悲しみとか、はい、なんかそういう感情でさえ、はい、静かに持ってそう。わ、はい、なんかふつふつと、はいはい、なんかこう、あの日会うすればよかったとか、やってそうだなって。ですです、うん。大きく出さなさそうだなっていう印象でした。さすが。見抜かれている。いやいやいや。メール紹介しますね。はい、ラジオネーム、やっと。困ったら塩パンって言っときゃ正解するのに、困難な方にチャレンジするのが二人の悪い癖です。友達になりたいって気持ちに素直になってください。はあ、いや、私もよぎったよ。さすがにやっぱ塩パンって言いや当たるんじゃねって思ったけど、うんうんうん、まあ、これ私目線から言わせていただきますと、うん、私は今までリスナーに高い壁を、うん、与えてきたのに、
ね、やっぱそんなに簡単にクリアしていいのかっていうところがやっぱありますので。でね、ここ超えないとね。そうそうそう。ちょっとズルはできないですからね。そうです、そうです。ズルは良くないですもんね。あと2問ありますけどね。はい、ラジオネーム、ナオキーニョス、はい。メロンパンで会うのちょっと引きました。靴差がそっくりですし、運命なんじゃないですか。でもメロンパンは確かに引いたよね。引きました。うん。しょっぱなから。ね、塩パンで合うならわかるけど、うんうんうん、メロンパンしかも受験合格して、ちょっとそれは引くよね。ね、それはすごいね。ラジオネームボタンリセット、二人の答えを無理やり合わせに行くゲームだって言ってんの。自分の心に正直に答えるのは友達になってから。お、なんか意外とみんなズルするなって言うかなと思ったけど、ね、意外といいんですね。後押ししてくれ。そうですね、いいのズルしてみんな。そちらがいいならこちらはねって感じですよ。でもだってね、したらしたでさ、はい、みんな後でブーブー言うよ、ね、そうそうそうなんですよ。明日来ますわ、いっぱい。なんか昨日のはズルだと思いますみたいな。そうなんだよ、もう分かんないんだけど。そっかそっか、あと2問か。いけるかな。ラジオネーム、キヌニー。お二人は友達になったらどこかに行きたいとか何がしたいとかありますか？例えば、久保さんならオサと野球観戦に行きたいとか、うん、オサなら、久保さんと一緒にシャトルランをしたいとか。どうですかね。いや、お友達とはご飯に行く、うん、行くこともあるし、はい、私がその、家出ないから、はい、お家に呼んでご飯食べたりとかもある。ああ、そうなんですね、うん。私もどっちかなんですよ。あ、家に呼べるタイプ？呼べるタイプです。はい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 。なんで、お家。どっちか？はい。お家じゃ、でもお家の方が楽だよね。楽ですよね。わかる、気にしなくていいもんね、いろいろね。そうなんですよ。お家かもね、私たち。お家ですね、多分。お家にします。決まった。はい。じゃあ、パン祭り行きます。うわ、もう、ちょっと時間ないから行きますよ。はい。行きます。無人島に一つ持っていくなら何パン？かっこ塩パン以外で。え、これだって。塩パン以外ね。はい。もう私、あれしか出てこない。そうなの？あれしか出てこない？はい。あれしか出てこない？日持ち。ちょっと待って。日持ち？もう。あー、わかった、わかったわかった。行けますね、これも。わかったわかったわかった。行くよ。せーの、フランスパン。嘘でしょ、ちょっと。超えてきた。めちゃくちゃ日持ち考えて乾パンって言っちゃった。いや、ちょっと待って、乾パン待って、乾パン待って、乾パンはパンだけど。あ、そっか。パン、そっか。うわぁ。さっきのピザはパンなんですか、理論、ね。確かに。わ、これ良くないとこ出たな、私。パンだけど、確かにね。フランスパンだ。でも確かに乾パンは、一番その、正しいと思う。マジで答えに行っちゃった。うんうん。この問いに対しては一番ベストアンサーだと思う。今、久保の良くないとこ出たな。うん、え、これもう、あ、終わった！長谷春子のオールナイトニッポンクロス、お別れのお時間です。オールナイトニッポンのサブスクサービス、オールナイトニッポンジャムでは、この番組のアーカイブを聞くことができます。声の放送も後日ジャム限定のアフタートークと合わせてアップロード予定ですので、アプリをダウンロードしてお聞きください。いやー、ちょっとね、はい、冬の塩パンじゃないパン祭り、パン祭りちょっとできませんでしたけれども、でも結構白熱したので、そうですね、うんうん、仲は深まりましたね。そうだね、連絡先は交換できないけど、はい、仲は深まったなっていうよかったところだね。それだけでよかったです、はい、よかったよかった。ではちょっとね、年末に向けて忙しくなると思うんですけれども、はい、久保ちゃんからお知らせありましたらぜひ。はい、はい、乃木坂46シングルモノポリ発売中です。そして明日の乃木坂46のオールナイトニッポン、岩本蓮香ちゃんが来てくれます。そして12月24日から24時間ラジオチャリティミュージックソンもぜひお聞きください。はい、ありがとうございます。そしてですね、この後深夜1時からは星野源さんのオールナイトニッポンということで、源さんのスタジオと音声がつながっております。源さん、こんばんは。どうもこんばんは、星野源です。こちらですね、乃木坂46の久保しおりちゃんが来てくれています。まして、はい、写真集ありがとうございました。あ、いやいや、全然です、ありがとうございます。ずっとこの数ヶ月お返しを何にしたらいいかをずっと考えていて、そんなそんな、はい、今年中にはちょっとスタッフに預けたいと思いますので。あら、ありがとうございます。すいません、遅くなっちゃって。いやいや、ありがとうございます。素敵でした、交差点。ありがとうございました。源さん、今日はどんなことを、はい、今日はですね、はい、レイザラも RG さんが来てくれて、あるあるを2時間だいたい聞く。でそれは生田斗真、僕友達の生田斗真と2人で聞くというだけの2時間をお送りしたいと思います。素敵な会になりそうですね。はい、
僕もあの、はい、ただ楽しい2時間になりそうかなと思っております。今日楽しみにしています。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。すごい回になりそうね。ちょっとこれ聞きたいですね。聞きたい、ね、楽しみ。まあ、というわけでちょっと終わりが近づいてるんですけれども、はい、いやーちょっとね悔しかったですね。パン祭りね、まあ、ほぼでも5点はいったよね。なんかあの換算するとそうですよね。塩パンとトリュフ塩パンもまあ、ラストいくいけるんだ。よっしゃ、毎日朝起こしてくれるなら何パンに起こされたい。よっしゃ来た、いけます。待ってね、いける、はい、朝、朝ね、はい、いくよ、せーの、食パン、よし。あと1問なのに、あと1問なのに、もう1問、もう1問、もう1問、いけるいける。ラジオネーム、ゆうま、仕方ないな、これ答えられたら友達として認めます。この生放送が終わった後、反省しながら食べたいパンは、うん、塩パン以外、塩パン以外、反省しながら、反省しながらね、うん、待って、反省しながら、うわ、もう最後に、うわ、オッケー、だって、今日のことを思い出して回答しますよ、私。わかりました、うん、じゃあ、はい、私も、はい、いきます。せーの、カスタードパン。あ、ごめんなさい。寄り添いすぎた。お互いに寄り添いすぎた。寄り添いすぎたね。いやー、というわけでね、はい、今4問正解で、5問には届かずということで、まあ、連絡先の交換はなし。本当になしなんだ、本当になし。どちらかがどっかで勇気出して歌番組どこかで楽屋を、ちょっと人づてにっていうパターンもあるか、確かに人づてそれならありかもね。そうしましょうか。飛び散りかもしれない。こんなね、近くにいるのに悔しい。はい、というわけで、この後は星野源さんのオールナイトニッポン、深夜3時からはあのちゃんのオールナイトニッポンゼロです。今年最後のスペシャルウィーク、ゲストは乃木坂46久保史緒里ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。私とはまた来週です。バイバイ。バイバイ。久保史緒里です。私がお送りしている乃木坂46のオールナイトニッポンでは、今年も年末恒例のくぼってる大賞を開催。どうもついてない、ここ一番に弱い、影が薄い、サチも薄い、運が悪い、そんなくぼってるあなたのエピソードを紹介していきます。乃木坂メンバーから岩本蓮加も生登場。放送は明日水曜深夜1時から。